マリサ、あんたがロンと何を話していたんだい。読めない。いいさ、それどころじゃないみたいだね。戦いの準備はいい。やっぱりあの腕だけで溶岩魔人は倒しきれてないみたいだね。溶岩魔人を完全に倒す兵器を新しく発明しなきゃダメってわけだ。そのためにはあの場所に行ってみるしかではないか。で、それはやってて馬物どもをぶっ倒してからの話だ。行くよマリサ。ご無沙汰申し遅れました。今回も実況を始めてくマリサさんです。ヨウユです。今は竜王軍バトルですね。そうだぜ。で、ローガの陣も出てきたからな。一応映してますって感じだな。竜王軍バトルの編集の扱いがひどい。見どころないしな。編集に時間かかるじゃない。でもってネタ考えるの違うしな。ネタがないからってみたい方向に行くのは、いけないと思います。ってことで終わりだぜ。助かったよマリサ、よく魔物たちを追い払ってくれたね。敵の中にいたあの氷の腕は溶岩魔人のものに間違いなさそうだ。これは溶岩魔人と溶岩魔人が完全に手を組んだってことだね。これはいよいよグズグズしてられない。早いとこ奴らに対抗する最強の兵器を作り出さないといけないよ。ところでマリサ、あんたまた新しい旅の扉を手に入れたんだろう。それを使ってあんたに行ってきてほしい場所があるんだ。それは発明バカのラライが生前研究所として使っていたガライの町の跡地さ。そこにならラライが発明しようとしていた魔物を倒す最強の兵器の手がかりがあるはずだ。正直気は進まないけど、ここまで来たらもう背に腹は変えられない。ラライの発明の記憶をたどって兵器を発明するのはもう限界だからね。頼むよマリサ、新しく手に入れた旅の扉を使ってラライの研究所からラライの研究記録を探してきておくれ。ということで研究所に来たぜ。何書いたか、まあ知らんな。マリサさん、寝てますか。なんか機械を発見だぜ。お前、だってだ。そうか、ラライ様の弟子だったアメルだの。すまない、私が守っていたマシンパーツは魔物たちに奪われた。代わりにこれ持っていけ。ダメだ、私もう壊れる。ギギアメルダ、ラライ様愛した人守ってあやってくギギギギギギギグ。恋人だったのかみたいですね。ここら辺の物持って帰るか。そうかい、研究所が魔物どもに。それはひょっとすると魔物どもに先手を取られたかもしれないね。奴らまさかもうラライの発明品を手に入れて。いけない、こうなったらすぐにでも持ってきてくれた研究の記録を読み解かないと。マリサ、早速ラライの研究記録を渡しておくれ。ふむ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 。マリサ、こりゃすごそうだよ。あいつの発明は前にも話しただろう。炎と氷を合体させて爆発的な力を得るって技術さ。これはその発明をさらに発展させて最強の兵器を作るための開発メモみたいだ。あいつは自分の力だけじゃ実現できなかったけど、ビルダーであるあんたの力があれば私たちでもなんとかできるかもしれないね。メモを完全に読み解くのは私には似た重そうだ。でもなんとかしてみるよ。ありがとうマリサ、メモの解読までもう少し待っていくよくれ。魔法エンゴットゲート。マリサさん、魔物との戦いで忙しそうなところごめんなさい。私最近悩みがあるんです。私の話聞いてくれますか。実はこの頃夜になるとどこからか歌声が聞こえて眠れないんです。すごく綺麗だけど悲しげな歌、私聞いているよ涙が溢れてきちゃって。だからお願いです、この歌の秘密を調べてきてもらえませんか。マリサさんは私がガライアの雪の中で魔物に襲われた理由が、私の宝物の鍵だったこと覚えてますか。この鍵は私が雪の中でたまたま見つけたものなんですけど、歌声が聞こえてくるとそれに反応してぼんやりと光り輝くんです。私はこの鍵が聞こえてくる歌声と関係がある気がして。マリサさん、この鍵はあなたに差し上げます。どうか赤い扉の先を探して歌声の秘密を解いてきてください。了解だぜ。てことで目的地っぽいところに着いたぜ。お邪魔します。なかなか綺麗だな。ここで鍵が使えるようですよ。ガッチャンコ。失礼します。上まで上がったぜ。誰お前。この人はメルダさんを人殺しって言ってた人ですよ。おや、君か。この塔に入れるなんて、どこかで僕が生前持っていた鍵を手に入れたんだね。それで、僕に何の用だい。まさかあの女の使いに出持ったのかい。なに、僕の歌声が少女の眠りを。すまない、それは迷惑をかけたね。悪意があったわけじゃないんだ。僕は歌や音楽が好きでね。僕の先祖はタテコトの愛好家だったんだ。国会、僕はラライ、知らない発明家だった男だよ。君は、まだあの女の、アメルダの手助けをしているのかい。全く身勝手な女だよ。魔物を倒すために結局僕の発明に頼るなんて。自分が僕の発明の完成を邪魔したくせに。悪いことは言わない。今からでも彼女の手助けはやめた方がいい。言っただろう、あの女は人殺しだって。君もせいぜい気をつけるといい。あの女に殺されないように、ね。歌を歌うのはもうやめにするよ。迷惑をかけた少女には謝っておいてくれ。ラライに会っちまったな。そうですね。じゃあ報告だな。マリサさんありがとうございます。歌声の秘密を探ってきてくれたんですね。その歌を歌ってた人、アメルダさんが助手をしていた発明家さんですか。ラライさんって歌が上手なんですね。きっと、とっても心が綺麗な人なんだと思います。ところでマリサさん、いつもアメルダさんと一緒ですけど、アメルダさんのこと、よく知ってるんですか。実は私、幼馴染のコルトから変な噂を聞いたんです。なんでもアメルダさんが昔人を殺したことがあるって。
アメルダさんはいつも一緒に温泉に入ってくれるしいい人なことは知ってます。でも自分のことはほとんど話してくれないし、どこか影がある気がして。私アメルダさんは大好きです。これがただの噂だといいんですけど。ハートフルーツゲート。皆さん不審がっていますね。悪い兆候だな。なあマリサ、どうやらアネゴは荒井のメモの解読に手間取ってるらしいぜ。やっぱり専門家じゃないアネゴが最強の兵器を開発するなんてとても。なあマリサ、ジェネリから聞いたぜ。お前信じやったらライの姿が見えるのか。だとしたらお前に頼みて、ザライの野郎に最強の兵器のこと直接聞いてくれねえか。アリスが素直に話すとは思えねえが俺に一つ考えがあるんだ。ザライが先祖から代々受け継いできた金の盾事ってもんがあるらしいんだが、魔物に奪われてぶっ壊されたらしってな。あいつは生前ずっとそのことを嘆いていた。そこでよ、その盾事を探し出してザライの野郎に渡してほしいんだ。噂じゃ壊れた盾事は雪のガライアの氷の塊に埋められてるらしい。盾事を見つけたら修理してアネゴからの贈り物として奴に渡してくれ。などうしてわざわざ嘘をついてアネゴからの贈り物ってことにするのか、だと。それは俺の小細工さ。そういえばララいの野郎はきっと喜ぶ。あいつのねじくれた心も少しは元に戻んだろ。それじゃあ頼んだぜマリサ。ララいのいる場所も俺は見当がついてる。まずは緑の扉の先で銀の盾事を見つけて修理する。修理したらそいつを持ってララいのところに行ってくれ。そうそう盾事の修理にはこれを使いな。アネゴが大事そうに持ってたもんだ。いつなく真面目になる筋肉ども、だな。それだけ大事な局面といったところでしょうか。それじゃあ行ってきます。ってことで旧マークの近くに来たんだが、いろいろ迷走してたな。してましたね。あたり一面掘り起こして、トラルを倒してました。そうなんだよな、しんどかったわ。ってことで盾事で行くと、ウィル。盾事作ってラライの元へ。なぜなんだ。チャンス差しです。おや、また君か。僕はふと思うことがある。人間というものはなぜ強情なのだろう。もっと素直に生きることができたら、悲しい思いも辛い思いもせずに済むのに。こんな思いを音に込めて表現できたら気分も晴れるかもしれないな。いや、そんなことをすればまた少女の眠りを妨げてしまうだけか。この思いを音に。この話だけだといいやつなのにな。これはまた君か。お、これは僕の家に代々伝わる銀の盾事。君はどうしてこれを。なんだって、これがアメルダからの贈り物、だって、これを渡す代わりに魔物を倒す発明のことを教えてもらいたい、と。それは嘘だね。アメルダはこんなことはしない。彼女は物で人を動かそうとはしない女性だからね。しかし、壊れていたはずの盾事を直すなんて、君は何者なんだい。そうか、君がビルダーなのか。だから僕の姿も見えるというわけだ。物を作る力を持つ、伝説のビルダー、か。君の力があれば、僕の発明も完成できたかもしれないね。マリサ、伝説のビルダーよ。僕は君が羨ましい。ルビスによって最初から失われていたものを作る力を与えられていただなんて。僕が命を懸けて考えたものも君なら簡単に作り出せるんだろう。さあ、これを使って弱き者を描くんだ。弱き者。そうすれば君はアメルダが求めているものを得られるわけさ。これはただの青いブロックじゃないでしょうか。だよな。弱き者ってなんだ。この世界はあらゆる可能性に満ちている。例えば今僕たちが見ている世界も多くの可能性が作り上げた一つの形でしかない。同じ形をしていても、君がいる世界もあればいない世界もある。世界というものはその時々の選択によっていくつにも分かれて広がっていくものなのさ。僕たちが今いる世界も見ている景色も違う一つの選択が生んだ世界だからね。これから先、もしも君に重要な選択を迫られる時だったら、君が一体どんな選択肢を選ぶのか、楽しみにしているよ。そもそも僕の歌を聴いてくれた少女に一つ答えてくれないか。少しも無駄けたってことを聞かせてほしいって。自分の気持ちに素直になれるように。おーマリサ、ザライの野郎のとこに行ってきてくれたんだな。そうか、やっぱりバレちまったか。あの盾事がアネゴからの贈り物じゃねえって。さすがはザライだぜ。腹立つことにアネゴの性格をよく知ってるぜ。どういう意味か、だと。お前もうすうす感づいてんだろ。アネゴとザライが恋人同士だったって。このクソ熱いマイラに生まれたアネゴと、クソ寒いザライアに生まれたザライ。生まれた場所だけじゃねえ。アネゴとザライは性格だってマラクだった。でもよ、アネゴとザライは不思議と疲れ合ったんだ。竜王軍を倒すために二人は発明を続けた。見てるこっちの筋肉がほてるほどイチャイチャと。そんな日が続いたある夜のことだった。アネゴがザライを殺したのは、何があったのか俺にはわからねえ。アネゴだって言いやしねえ。だけど俺は何も聞かねえ。だって俺はアネゴを信じてるからな。これが発明を続けるために避けられなかったアネゴの傷さ。とにかく苦労かけたなマリサ。後のことはアネゴと直接話してみてくれ。焼き影と、なんと、そういうことか。それは避けたい出来事ですよね。そして拠点に戻れないバロンさんだったのだ。こうすればよいものを。
聞いたよ、ガロンから全部ね。たく、ガロンのやつ余計なことを。まあ、いいさ、それで、あいつがよこしたヒントってのは。そうかい、その青いブロックの作り方をあんたに教えてきたんだね。そうか、ひょっとしたら、辛いや地方にライが倉庫として使っていた建物があるんだ。そこでそのブロックを使えば何かわかるかもしれないよ。マリサ、その青いブロックを持って雪のガライアのラライの倉庫を調べてきておくれ。了解っす。で、これは次回か。そうですね、いい具合ですし。この章も佳境に入ってきたな。それでは今回はこれで終わるぜ。ご視聴ありがとうございました。さてさて佳境を迎えつつあるビルダーズですね。実はな。何ですか？いやなんでもないんだがな。4章も私がやることになったぜ。え、あ、そうなんです。どうしてですか？どうして、だって、久しぶりの録画だったもんでな。ついつい忘れてました。へへへろー。そんな理由です。